金賞系は、大韓民国継承南道ウルサン市出身のプロサッカー選手。J リーグ柏レイソル所属。ポジションはゴールキーパー。韓国代表。2006年、高校1年生の時にドラフト会議で指名を受け、ウルサン現代 FC に加入。2007年に行われた 2007FIFAU-17、ワールドカップの U-17 韓国代表では、 唯一のプロ登録選手となった。2013年、K リーグベスト11を獲得し、韓国代表にも選出された。また、2014年には、K リーグオールスター戦の人気投票で、GK 部門では、全体の82%となる99,933票を獲得し、2015年にも、K リーグオールスター戦の人気投票で2年連続の1位を獲得した。 2016年、J リーグビッセル神戸に完全一席。自身初の海外クラブでのプレーとなり、レギュラーとして出場した。2017年10月14日の浦和レッズ戦ではアシストを記録。このシーズンもレギュラーとして活躍した。2018年もレギュラーとして出場するも、10月20日に行われた第30節、川崎フロンターレ戦でも失点をした次の試合から、 前川真由済なりにレギュラーを奪われた。2019年は開幕戦から3試合連続レギュラーとして出場したが、第4節の清水エスパルス戦では新たに FC バルセロナから加入したセルジ・サンペールがベンチ入りしたこともあり、外国人枠の影響でベンチを外れ、不本意な形で前川に再びレギュラーの座を譲ることとなってしまった。現役韓国代表でありながら、 外国人枠でベンチ外となることに韓国メディアは被害を受けると伝えた。2019年シーズン開幕前、J リーグで外国人選手の登録が無制限となり、チームで出場機会が減るため移籍したいとチーム側に伝えたが、夏の移籍市場まで待ってみようと説明を受けた。だが、キムの予想通り外国人枠の問題で出場機会が減り、7月26日に、 フルスのウルサン現代 FC へ復帰。復帰戦では、K リーグで自身初となるアシストを挙げ、チームの勝利に貢献した。2020年1月10日、J1 リーグに昇格した柏レイソルに完全移籍加入することが発表された。自身にとって約半年ぶりの J リーグ復帰となった。中村光介との日韓代表のポジション争いが期待されていたが、その中村が、 千葉銀カップジェフユナイテッド市原、千葉戦にて負傷。中村に代わって、ピッチに入った。その後は、ルヴァンカップ第一節ガンバ大阪戦や、J リーグ開幕戦、北海道コンサドーレ札幌戦で活躍。一時は、怪我から復帰した中村にポジションを奪われ、ベンチにも入れない時期もあったが、中村が再負傷し、チームを離脱すると、再びレギュラーに君臨。 10月7日、ルヴァンハイ準決勝の横浜 F マリノス戦で、後セ部を連発し、決勝進出に貢献。サポーター間で若ン寸牛と称されることもあった。2013年に代表に初選出され、2014、FIFA ワールドカップのメンバーに選出された。本大会では、守護神聴ソン・リョンが、第2戦アルジェリア戦で判断ミスから失点したため、 第3戦ベルギー戦で先発に抜擢された。結果的に自身は1失点を喫し、チームは敗退。未勝利でのグループステージ敗退となった。大会終了後は、キム・ジンヒョンがレギュラーに定着。その後行われた AFC アジアカップ2015でも、ジンヒョンがレギュラーを務めたため、自身は第2戦クエイト戦のみの出場となった。大会後に、 人ン,ンからポジションをダッシュし、イ・東アジアカップ2015ではレギュラーを務めた。その後のロシア W 杯二次予選では、代表に定着したクオン・スンテとポジションを争いながら、チームは最終予選進出を果たした。続く最終予選では、スンテとポジション争いを繰り広げたが、最終的にはポジションをダッシュし、W 杯進出に貢献した。自身二度目の出場となる。 本大会では、レギュラーとしての活躍が期待されながらも、ン表にポジションを奪われ、本大会間近でのスタメン落ちとなった。大会終了後の代表戦ではすぐにポジションをダッシュし、AFC アジアカップ2019ではレギュラーで活躍した。ありがとうございます。